第707条1、債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させもしくは損傷し、担保を放棄し、または時効によってその債権を失った時は、その弁済をした者は返還の請求をすることができない。2、前項の規定は弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。債権者が債務者に対して30万円の債権を持っているとしましょう。この債権とは無関係な X が30万円は自分の債務だと勘違いして30万円を債権者に支払いました。まず X は債権者にお金を支払う理由はないので、不当利得として債権者に30万円の返還を請求することができます。しかし債権者は弁済を受けれたので善意で借用書を捨てた場合、 X は債権者に30万円の返還を請求することはできません。 X は債務者に求償することになります。また証書の破棄等以外にも、債権者が担保を破棄したり債権が時効消滅した場合も同様です。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。